ハワイガルもやっていきたいと思います。お昼ですね。前回そうだ髪型も変えて寒いのね。まあ寒いよね、その格好。確かにちょっと薄着かなとは思う。でも強く生きてほしい。そうですね、まずマイショップ行きますか。まあ、ゆきみちゃん、ちょっとさ、ゆきみちゃん嫌いじゃないんだけどね。料理が苦手。よく焦がす。火加減じゃない？未知。はい。ガーリーなコーデって昔から大好きなんです。でも、あまりうまく着れなくて、だからゆたさん、私にガーリーなコーデをね、私もね、あんまりガーリーは得意ではないのよ、実は。なんか、ガルも、さんとかだとなんかガーリーがテーマのファッションショーとか全然うまくいかないから、割と私はガーリー苦手だと思う。これガーリーなんだ。これかわいいよね。私これ本当に好み。でも彼女になんかちょっと売るのもったいない気がしたからこれにするね。あ、待って、これさ、これあるじゃん。これでこれってどう？え、普通にかわいくない？私は好き。なんか万人受けはしないと思うけど、私はこれ結構好きだからこれにする。そうね、こっちじゃない？なんか持たせるもあったかな。カバン、待って、値段がでもそろそろ限界だね。じゃあこれでいっか。はい、どうですか？ちょっと真っ黒になっちゃったんだけど、私は好みなのよ、これが。よきよき。もうガーリーかどうかわかんないけどね。この上に着せた服さ、いいよね。使い勝手がいい。また勉強させてもらいに来ますね。いいね。なんかやっぱ、私やっぱね、ジャケットちゃんとピシッと着てる方がいいなと思う。もうずっと言えるのよ、家でよく特大プリンを作ってる方。いい加減声かけようか。まひろ。はい。この店で落ち着くわね。なんだか気に入っちゃった。まあ、ずっといるもんなんだね。私って気に入ったものしか買わない主義だからな。って厳しく行かせてもらいますよ。すごいわね。フェミニンなコーデ。大丈夫か？入荷はしなくても別に、でも大丈夫よね。フェミニン。はい。どうしよう。ちょっとこの人うるさそうだからさ、ちゃんとやろう。うるさそうっていうのも良くないよね。でもちょっとうるさそうじゃない？かわいいんじゃない？そうね、中に着るなら、でもなんか中無地がいい。あ、これいいんじゃん。あー、でもなー。いや、まあこれですね。これか、これ。これか。OL だな。あ、そう、ストッキングの感じがすごく OL。こっちかな。で、カバンはこれかな。で、首元はこれ。7万円だって。はい。よきよき、待って。メガネ取ったらめっちゃ可愛い。しちゃった。メガネがな、ちょっとな、なんかダメなのよね。こんなに満足させてくれたのは店長さんが初めてですよ。はーい。割と一言だよね。はーいって。
人組、一人。どうしよう、二人組やろうか、じゃあ。はい。アーマンと肉まんだったらどっちが好き？それは肉まんでしょ。あのジューシーさがたまらないわ。私はピザマン。待ってよ、選択肢なかったんだけど。じゅんかちゃんさ。さっきの選択肢に入ってなかったじゃない。あれそう、じゃあフェミニーとスポーティーでは？それは今欲しいのはフェミニーと大人っぽい方が。はーい。肉まんとアーマンね。今だったら私アーマンかも。なんか、今だったらアンマンだな。ちょっと甘いもの食べたいだけなんだけど。アンマンのでも良さはさ、大人になって気づくものよね。何、5万円少ないわね、あんた意外と。パンツにしなさい、もう。これか。てかさ、ガルモ2のこのパンツの、履かせた時のこの足の細さはすごくね、いい。見やすい。なんて言うんだろう。見やすいっていうか、なんかこう、なんかちょうどいいのよね。あ、これでいいじゃん。これ。うわ、そう、シンプル。でもほら、まあ、シンプルイズベストっていう言葉もあるわけですからね。だいたい5万円しかないんだからね。あんまり文句言わないでほしいよね。ダサいダサい。あ、ギリギリ。はい。待って、彼女もメガネ取ったら可愛くない？この世界メガネダメダメ。ココロちゃんメガネなら可愛いよ。しちゃうんだよね。じゃあ私もちょっと家に帰って寝ましょう。マックス溜まってるので。よいしょ。もうそろそろキイチに会いたいよって。さえ、なんだろう。あ、メイクサロンに行けるようになりました。あ、アズーサがオープンしました。やったー、勝てる、これで勝てる。何と戦ってるのか分かんないけど勝てる。よし。もうじゃあまずメイクサロンですね。いや、アズーサちゃうんかいっていうね。いや、メイクしたいもの。今のゆうたちゃんってノーメイクだとしたら強くない？ねえ。リニューアルオープン記念にメイクポーチをお配りしているので、とさも受け取ってください。中身はというと、私のおすすめメイクグッズの発展セットです。そっか、香水があるのか。そっかそっか。でもメイクできるようになりましたってことは、やっぱノーメイクだったのよ。すごいわね。ノーメイクでうろうろできるの強いよね。私あれ一つずつ選ぶわよ。こういうのうるさいタイプだから。これがいいわ。そうね。これがいいわ。まあこれは持ってるやつの方がいいね。カラコンはまあ別にいいか。チークも別にいいや。リップなんか、もっと濃いのが好みなのよ、私。これだけだわ、買うの。ごめんなさい。まあ、後々だね、ここもね。
もっともっと可愛いね、あれがオープンしてからですね。さあ来たよ、アズーさ。もうユーリとは今後長いお付き合いになるからね、本当に。黒いマネキンにはクールギャルテイストの服がとても似合うんです。あれマネキン、うん、そっか、マネキンね。やっぱさ、序盤だから溜まりがすごいよね、あのすぐ溢れちゃうあれ。わかる、ロック系やセレブにもすんないと馴染み、姫ギャルにはかっこよさをプラスいたします。そうか、姫ギャルっていうのがあるのか。あー、ちょっとあんまりこれは好みではないよね。さあ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 、いっぱい買うよ私。まずこれでしょ、これも買っちゃう買っちゃう。お金大丈夫かな。一番の不安はお金なのよね、正直ね。あー、待って待って待って、これ好き、これ好きなのよ。この季節よくない、これ。あ、かわいい。危険ね、うん、やっぱここ危険よ。お金がどんどん飛んでいくわよ。でも可愛いんだもん、仕方ないよね。そうね、ちょっと短パンもね、最近私こういうの割とちょっと使えるようになってきたのよ。あの他のガルも推奨なんだけど、ガルも4かな、あのあたり推奨なんだけど、ちょっと前の旦那、私も使えるようになってきたので使っていきたいね。あー、待って、かわいい。これ誰にどう売ればいいの。待って、死んだよね、見てありました、仕入れられる数。まあ、靴はじゃあいい、私一番好きなの持ってるし。じゃあ何を買ってあげればいい。あとこれとかいらないね。あ、帽子かわいいね。ヒョウ柄大好きすぎん、私。え？ヒョウ柄女になろうとしてる？まあいいわ。じゃあちょっと、あ、ストリートなんか出てるね。その前にマイルーム行きます。着替えましょう。じゃない、間違えた。着替え、なんか今買ってきたやつで可愛いなと思えるのはこれなんだけど、変だよね。だってこっち今の方がマシか。せめて下だけでも買えない？ありじゃない。あのね、お店の人と被っちゃうけど、これで行く？これで行きましょう。寒くないでしょ、足一応隠してあげたから。はい。あ、メイクすればよかった。あ、出たね、まこと。あの写真撮りまくりマンね。すごく可愛い子だね。ちょっと写真撮らせてくれる？まあ、1万円あたり、まあ、5000円で手を打とうか。今回の特集は服のテイストにまとまりがあることが条件だった。こんなに可愛い子、お前シャッター、あ、そういうこと。お前の服にはまとまりがないよって言われた。え、泣いた。まあ、そうだよね。私今着たいものを着てるからね。じゃあ、クールで行くか。もう即クール。クールで。ってなると何がクールじゃないの？多分よ。ここだよね。よいしょ。
あ、これかわいいね。ちょっと待って。そうね、これかわいいね。下はクールじゃん、クールじゃん。これか。どうですか？クールじゃない？よし、これで文句あるって言いに行こう。うわぁ可愛い、君すごく可愛い。着てる服にまとまりがあるし、可愛い上にセンス抜群だね。今ね、雑誌の特集用にいろんな街の可愛い子を撮ってるんだ。ってことでさ、よかったの撮らせてくれない？怪しい。いや、怪しいよね。その、何か、パパパ写真撮るところもちょっと怪しいわね。女の子の絵、え、女の子の絵が世界を救うなんてこともあるじゃない？え、あるの？僕ね、女の子の笑顔が大好きなの。今はフリーでいろんな街を飛び回ってるんだけど、いつか女の子の笑顔が集まる街に自分のスタジオを建てるって決めてるんだ。ちなみに第一候補はこの街だよ。だって君に会えるから。あ、すごい、なんか。こんなキャラだった、誠って。ねえ。なんか。え、こんな人だったっけ。花江か。喋っとくか。茶色。すすき？うん。好きな花言葉は活力。活力といったらとんかつ。うん、そっか。とんかつ食べればいいの？とんかつ食べてないわね、最近。そっか、とんかつか。あら、ミキさん、お久しぶり。だいぶお店の仕事にも慣れてきたかしら。そうそう、ゆとちゃん、お招きをもらったんでしょ？さっき展示会に寄ったら私にもくれたのよ。それで思い出したんだけど、ちょっとしたアドバイスを伝えに来たの。いいこと？マネキンはいつもこうでして、ディスプレイしておいた方がいいわよ。このコーデ石ください。なんとお客さんもたまにいらっしゃるからね。それともう一つ。ショーウィンドウもマネキンに合わせて飾りを変えてみるとすごくいい感じになるわよ。なるほどね。え、マネキンやろ、マネキン。お店の子と、マネキン。あ、そか、店内 BGM とかもあったか。あ、そうだね、これメンズできるようになるもんね。メンズやりてー。どうしようかな。じゃあクールで、クールでいきましょう。店内全然クールじゃないのにね。まあ、これだよね。かな、冬だしね。なんか普通じゃない？普通だな、大丈夫？なんか地味な気がしてきた、大丈夫かな？ポーズが悪いんじゃない？これでヘアスタイル、ロングかな。色はでもこれで可愛いと思う。リフォーム注文してみよう。ショーウィンドウ。あ、なるほどね。うわ、私これがこれか、これが好き。これが、これにしよう。え、星かわいい。いいですよ、もうお金には一目をつけない。私はやっぱりちゃんとしていきたい。うん、
あ、これなんかおしゃれじゃない？こっちに行きがちなのよ、私多分。こっちだよね。ちょっとシックに決めたいよね。え、これ可愛くない？モダン。モダンめっちゃ可愛い。これだね。うわ、めっちゃおしゃれ。はい。私好みだな。店内インテリア、どれが可愛いかな。これってさ、最初の店、あのミキさんとかがあれの時のやつ、エレガントちょっと私っぽくないからこれにするね、やっぱり。うわ、高っ。やってから後悔。うわー、ご飯よりパン、なんでもマヨネーズ、やめなよ。こんにちは、ちょっといいかしら。普段はあんまりこんなこと言わないんだけど、このマネキンのコーデ、私は買ってもいいかしら。あら、早いわね、マネキンが売れるのね。間に合ってるね。素敵じゃない。よしよし、いい感じ。え、待って、こっちの方がさ可愛いんだけど、あのスタンプ押すやつ。例えばこういう系が好きなんだろうな。クールとかね、なんかロックとかね。まだこっから私はマネキン芸になっていくってことよね。うん、しょうがないわよね。でもね、じゃあもう一回クールいけるかな。まだ60件あるからいけるよね。これで、なんかでもこれに合うものないわね。やめます。これでなんか全然何も合わないね、これね。ちょっと合わないわ、ごめん。で、ちょっとカラー入れてもいいと。でもさ、この表柄やばくない？ちょっと胸元見せすぎだよね。ちょっとセクシーアピールしすぎだと思う。でもこれにするね。セクシーなんですって、セクシーでやらせてもらってますってことにしよう。楽しくなってきたね。やれることが増えてきてね。そうね。いや、すごいサングラスしてる。キュートな小物好き、泳ぎ上手のが自慢。そっか、ね、それ撮った方がいいと思うよ。前にこの店に徹子さんっていたよね。ほら、あのロングヘアのベスト好きの徹子。ベスト好きだったんだ。実は子だけの話、徹子さんがさらに腕を磨いたらしくって、プリンセスコンテストに絶対出るって、友達と話してたのを聞いちゃったの。これは大事件だと思って店長さんの話に来たんだけど、そもそもこれって言ってよかったのかな。ポップなインナーね。はーい。徹子には負けませんって感じよね。これとかどう？ちょっとイメージ変わるんじゃない？でもサングラス取った方がいいと思うの、やっぱり私。まずね、榊？サカキって人ずっといるよね、このガルモシリーズね。そして毎回私は言ってしまってる気がする。ポケモンやんってポケモンのラスボスやんみたいなね、言いがち。ちょっとやめよう。誰にしようかな。テキパキしてる。スープ好き。スープね。デートまで少し時間があったから中に入ってみたの。
この店可愛いアイテムがいっぱいね。ほら。ポップなバッグ大丈夫か？あ、でもなんか、彼女着てる服可愛くない？あの、雪だるま書いてある。私、ああいうの好きなんだよね。え、これがこれよ、だって。嫌なんだけど。え？待って。だって、ポップって今の絶対2個しかないよね。あ、3個ある。どれだ？これ。おー、よしよし、逃げ見ちゃった。これだ。その雪だるまの服可愛い。好きなのああいう柄物キャラ物。え、普通に可愛くない？それ私入荷したいんだけど、よし、ユージなんて言うかな。ユージって来てないよね、まだね。全然、おお、なんか男連れてきたよ。久しぶり、調子はどう？今日はね、この子を紹介しに来たの。翔子さんのモデル事務所に入ったわけの新人モデルよ。あ、てっぺいね。服のことも社会のこともまだまだ勉強中なので、ご指導よろしくお願いします。私からもお願いね。展示会にメンズブランドが入るって噂もあるし。その時はてっぺいの服も選んであげてほしいの。イケメンね。なんかマップ出てるよ。またストリート？休憩中？私は彼と待ち合わせ中なんだけど。遅い。ユージは何をしてるのよ。きっと今日も部屋のセットが決まらないとか、靴下の片方見つからないとか、そんなこと。ムカつくわね、そういうの。でもしょうがないと、ちょっとだけ待つか。いい子だね、あんた。それ待つよ。それ待つけど、イライラするよね。そんな。もっとなんか大事でね、間に合わないだったら許せるけど。ちょっと待って、夜の公演ってさ、誰かいたっけ？ガルム4の方が可愛いんだけど、顔は。でもこの頃のちょっとじとめ感も好きなのよ。よくない？このじとっとした感じ可愛い。姉さんどっかで、あそこの服屋さんの店員さんやろ。最近改装してたやんな。今度行かな、行こうかなと思ってたんや。そっかそっか、せやったらプレゼントだって。この花もろうてくれへん？改装のお祝いや。お店のリースにしてもええし、部屋に置いても可愛らしいで。俺はキーチって言うねん。たまにここにいるで。昼には妹はここにおるから仲良したってや。ほなな。かわいい。はい。ということで。やっぱいいわ、キーチ。やっぱキーチなんで、ちょっとメイクだけしようか。そうだね。メイクだけします。これで。こっちかなーで。いや、やっぱキーチは可愛いよ。チークない方が可愛いと思う。オッケー。ちょっと可愛くなったんじゃない？よし。ということで、今回はキーチに燃えてハッピーな感じだったので。皆さんはガルモシリーズのメズで誰が好きですか？ね、はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。